新聞アロー YouTube。 どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、こちらでございます。はい、まあ左側見た、ごめんなさいね、似てないモノマネをしてしまい本当に申し訳ありません。僕の大好きな、実況者様、もう僕の大好きなってもう説明しなくてもね、もう皆様が分かっている、ヒカキンさんの、スキンを、青鬼ね、レベル10になるとゲットすることができるんですよ。はい、なので今回、こちらヒカキンさんを使って、青鬼と逃げ回ってみたいと思います。それでは行きましょうか。ランダムマッチ。いやー、もう本当になんか初めてなんですけど、ヒカキンさんを使うのは。この走り方いいですよね。このあの独特な、あ、これは無理か。ちょっと前ね、昨日投稿した、ブラックアウトしないやり方をちょっとやりながらやっていきたいと思いますので。まあ、昨日の動画を見てくださった方だったらわかると思うんですけども、あ、オッケー、いける、これいける、よし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 。これはブラックアウトしないですね。100から、100分の1になってたら、基本ブラックアウトすると思ってください。で、退出してください。で、例えばこの100から、例えば20何とか、4とか、5とかでもいいんですけど、なってたらブラックアウトおそらくしないので、だから100分の1になったら退出する。で、もう一回、ランダムマッチって入り直すと、結構そのブラックアウトせずにやっていきます。やれますので、よかったら皆さんお試しくださいませ。まあ、詳しくはね、昨日の動画で、ブラックアウトしない方法っていう動画を出してると思うので、そちらを見ていただけてればと思います。それじゃあ、ヒカキンさんでいきましょう。レッツ、ゴー。多分入るはず。OK ね、入れるね。いや、いいな、この方法。何回でもできる。スターティーン。ここのマップは、わー、ヒカキンさんだ。すごい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 。これヒカキンさんのさ、あんまりスキン使ってる人いないんだよね。それがなんか不思議。なんかもっと使ってそうだけどね。大丈夫かな、ヒカキンさんだと狙われやすいとかあるかな。ちょっと待って。ちょっと待って、まずね、ガスマスクちょうだい。ここの勝利時期、勝つかどうかってガスマスク持ってるかどうかで、もうだいぶ勝敗が変わると思うんですよ。あ、取られるよね。ちょっと待って、どっかでちょっと、宝を、待ち伏せして、1個だけ、ガスマスク1個さえゲットできればいいんですよ。だから、とりあえず、ここで待ってよ。ここでちょっと、宝箱を補充した、宝箱というか、ガスマスク頼む。2分の1だと思うんだよね。基本ほとんど、マイナスアイテムは出てこないと思うから。あ、取らないでね。あれ？取れた？青、そうか、青銭もあるんだよな。まずいな。ちょっと待って。ガスマスク取らないとやばいぞ。これは待機するか。ごめんなさい。ちょっと待機します。ごめんね。ごめんなさいね。横取りとかじゃないとは思うんだけど、横取りはしないようにするんで。さ、とりあえず青鬼が一体の時にガスマスクを取っておきたい。これじゃダメだ。ちょっと待って。春風亭昇太です。やばいやばい。ちょっと待って。どっち来る？大丈夫ね。あ、ここも待ち伏せして待つか。どうする？ちょっと待って。こっちに宝箱は？あったあった。あ、集めてるか。じゃあ、ごめんなさい。ここで待機させていただきます。さあ、ガスマスクよ。ガスマスク出てこい、頼む。ガスマスク、ガスマスティング。え、ちょっと待って、マイさん。取らないで、取らないで。オッケー。ダメか。ちょっと待って、ガスマス。あー、そこは待ってるからやめとこう。取らないようにして。ここで待つか。とりあえずガスマスク取らないと勝てないからな。で、そろそろ青鬼が3体目になる。まだ意外とでも出てこないね、青鬼。ここは結構逃げやすいマップなのかな、もしかしたら。さあ、待機します。この MI さん、あ、やばい。赤、これ赤。待て。赤、これ赤。逃げろ。あ、やばい！あ、やばい！これまずい！あ、待て。あ、ここは勝負に出る。ここで待つ。よしよしよし、オッケー。どうだ？よしよし、いったね。ふぅー、危ねえ！あー、来た！ちょっと、ここ袋小路になるから、あ、やばい！待て、どうする？ここいけるか？いけるけど。入られたっていうかね、もちろん向こうが先だったから何も言えないけど、くそー。あ、レア王に出現って書いてある。もしかしてなんかあれだったのかな。出てきてた。あー、あの人に頑張ってほしいな。感染とかできたかな。じゃあちょっと、もう一回、じゃあランダムマッチ行ってみましょうか。もう一回ヒカキンさんのスキンで。さあ、果たしてそのまま入れるか。一回多分入れれば結構入りやすくなると思うんだけどな。さあ、どうだ。ブラックアウト。あ、これ100分の1になってるじゃないですか。これダメなんですよ。これだとダメだからもう一回退出します。はい。まあ、これはね、昨日の動画で言ってるんで、まあいいとして。はい。で、100分の1じゃなくなったら、おそらくブラックアウトしない。入れる。行きましょう。あ、来た！
オッケー。いやーこれ本当にいいな。多分ね、7回ぐらいでできる。これ本当におすすめですよ、この方法。黒塗りの高級車いいんだけど。あ、ヒカキンさんのスキャン、レベル21。すごいな、やり込んでるな。いいですね。いや、好きですよ。あ、やっぱり、あれですね。ヒカキンさんの、やっぱり、ボットじゃないと、ヒカキンさんのスキン多いですね。なるほど、なるほど。やっぱり人気ですもんね。僕も大好きですもん。じゃあ行きましょうか。あ、嵐を呼ぶ紳士とか、多分あれ、ボットだと思う。結構、ボットもいるっちゃいるのか。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。生存者、多分、今ね、25人とかなのかな。最初のあの、パッて出てきてた生存者が、もしかしたら、ボットじゃない、あれかもしれないですね。とりあえずガスマスクは取っていきます。多分ね、さっきはね、ガスマスクがなかったから、多分負けたと思うんですよね。とりあえず宝物でガスマスクさえ取れれば、あとはちょっと安全地帯で、待機でいいと思う。まずはね。さて、逃げやすいところ、ここも逃げやすそうだね。あ、でもこれ待機勢いるからちょっとあんまり近寄らないようにしといて。あ、ここちょっとあれだな。ボットじゃないのが多いと思う。ボットじゃない方が。いや、でも結構ボットも多分少ないと思うんだよな。こっちは出会い頭が怖い。大丈夫ね。いいね。あそこで今ずっと宝箱待機してたね。とりあえず宝箱が欲しいけど、これは待機する？あ、じゃあちょっと待機させていただく。あー、待機の方いる。あ、消えた？待機していいですか？ごめんなさい。いいですか？すいません。取ります。はい。よし、ローラスケートかー。できれば、ガスマスク。まずガスマスクを取ることは確実なのだ。ここさっき、あー、待機してるか。こっちは？ん？あ、あそこでいるのか。あれ多分ボットですね、あそこら辺は。多分ぐるぐるあそこで回ってるってことは、とりあえずボットが襲われ、出る！いらぬー！今のは事故！マジかー !71! ちょっと観戦しましょうか。うわ、あ、こういう感じで見れるんだ。これ観戦システム知らなかったな。これレベル高い人とかさ、そういう方とか見れたらいいんだけどね。あのランクレベル順にみたいな、その動き方とか見たら、確かでもヒカキンさんの人は上手かったんだよ。ちょっとあ、この人上手かった、この英語の、この人、ちょっと拡大して、ごめんなさい、ちょっと見ちゃいます。ふわっている！あ、ふわっても出てくんだ。はーん。とりあえず、この人の動きをちょっと見とこうか。この人、この人ってか、ヒカキンさんのスキンつけてる方は、なんか、レベル20何だったから。あ、でも、あ、やられちゃった。ふわって早、あ、違う、やられてない。ほら、ちゃんとガスマスク取ってるもんね。あ、消えた？ラグだ、ラグ。で、ガスマスクで、ちょっとずつ移動しながら、これガスマスクって切れる？あ、ガスマスクってあれなのか。一回解いたら20秒からさらに、やめたらもう一回あれなのか、その、20秒から開始になるんだ。で、ちょっと、ゲージが減っていくって感じかな。じゃあ、ちょいちょいだったら入ってっていいのか。このガスマスクつけてる状態だったら。やっぱ強いね。で？いや、うまいな。やっぱり、むやみやたらに走り回らずに、あれか、しばらく停止してみたいな。いやー、すごい、うまい！いや、余裕ありますもんね。で、ローラースケートもちゃんとゲットして。いやー、どうなんだ？これ1位になるのかな？わー、かっこいい！さあ、ここであとはもう、あれか？あ、ラグ。で、ガスマスクが切れるまでに、この青のところから抜け出してって感じか。すごい！うまい、うまい、うまい！いや、素晴らしい。あ、どうなる？さあ、どうなる？いや、ここら辺みんな上手いんだろうな。あ、やばい、まずい！これは、あー、やばいんじゃないか。これはファッティに襲われた！あー、襲われた！あ、まだだ、まだ生きてる、まだ生きてる。すごい、うまい！え、みんな上手！ラグいな、これラグいだけだよね。残り2人、果たして勝つのはどっちだ？どっちなんだ？どうだ？あ、やばい、これは、どっちが、最初、あ、でも、あっちに集中いっちゃってるな。さあ、果たして、あ、これは、ついに、あー、なるほど。いやー、ということで、ちょっとごめんなさい、感染ですごいちょっとテンション上がってしまったんですけど。面白いね。本当に面白い。じゃあちょっとね、バイクまた狙っていきたいんで、一回ガチャやっていきたいと思います。さあ、これでバイクが出たら嬉しいけど、果たして、あ、どうなる？今日の運勢や、いかに、あ、ブンブン。これ確かさ、レベル3、これ設定にして、
確かこれね、ガチャトップの迷彩服のミカだよね。これ提供割合 0.16 でございます。ありがとうございます。やった、わ嬉しい。これあ、でもヒカキンさんの方が使いたいな、個人的に。まあこれも使いつつね、ちょっと多分これからいろんなスキン出てくると思うので、どんどんやっていきたいと思います。早くレベル20いきたいな。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。いや面白い。